宇佐市四日市にある千載農園では毎年この時期に新茶を収穫しています。今日は午前8時ごろから農園のスタッフらが機械を使って青々とした新芽を摘み取っていきました。およそ5ヘクタールの茶畑ではヤブキタ、朝露、清明など4品種の茶葉を栽培しています。今年は霜の影響も少なく天候に恵まれたことから葉の色つや味ともに例年に比べ良いものに仕上がったということです。今年も最高にいいと思います。深みのある甘さですかね。ちょっと一度味わってこう季節を感じてほしいです。千載農園の一番茶は2週間かけておよそ18トン収穫できる見込みで、自社工場で加工した後今月19日から農園で販売されます。